皆さんこんにちは。私は JA 宇都宮の大塚です。ここ JR 宇都宮駅ビルパセオの1階にあります駅の市場では、宇都宮産の多くの成果物を取り扱っています。では宇都宮のこだわり農産物を紹介します。まずは何と言ってもいちごです。栃木県は全国第1位の出荷量を誇るいちご王国です。それもなんと昭和43年から1位なんですよ。今主流のとちおとめは栃木県が作り上げた自慢の品種です。そしてとちおとめに加え、平成24年から発売開始したスカイベリーもまた栃木県が作り上げた品種です。見てください、こんなに大きくてとっても甘いんです。では試食してみましょう。感想は？とちおとめは酸味と甘みのバランスが特徴ですが、スカイベリーは酸味が控えめで甘さが際立ってとても美味しいです。次に紹介するのがこの大きな梨、にっこり梨です。この梨は栃木県が改良した栃木自慢の品種です。大きいものでメロン大 1kg 以上あります。果肉のきめが細かくて甘みも通常の梨よりもあります。どちらかというと高級梨ですね。時期は通常の香水、豊水、秋月などの梨が終わった10月中旬から11月ぐらいまで取れますが、保存期間が大変長くて1月頃まで美味しく食べられるんですよ。ギフトにも大変喜ばれてます。そうそう、 JA 宇都宮ブランドプレミアム13もあります。糖度13度以上のとっても甘いえりすぐった一級品です。次はトマトです。こちらでは宇都宮で採れた大玉、中玉、そしてミニ、そういった商品を揃えたトマトコーナーを展開しているんですよ。実は宇都宮では日照時間が大変長いため、トマトが1年中作れるんです。したがってトマトが1年間店頭に並ぶ、そういった状況にあるんですよ。トマトも自慢のブランドがあります。特に形が良く糖度7度以上の甘いトマトだけを選んだ JA 宇都宮ブランドプレミアム7です。これは3月から4月ぐらいまでしかありませんが、ご自宅用のほかにご贈答用にも大変喜ばれています。またミニトマトも多種類あります。若手が集まったトマト研究部で開発した4色トマトも好評です。これは1月から出荷が始まります。次はアスパラガスです。アスパラリンという宇都宮ブランドがあります。アスパラガスは春芽と夏芽があります。2月上旬から4月上旬は春芽で、色づきが良く味が濃くてとっても美味しいんです。特に太さと味の良さには築地市場からもお墨付きをいただいているほどです。太いと硬いと思っている方もいるようですが、本当は太い方が甘くて根元まで柔らかいんですよ。6月上旬から10月上旬までは夏芽ができます。春芽よりやや細めですが量が出るのでお手頃価格なんです。アスパラは天ぷらにすると旨味がギュッと凝縮して甘くてジューシーです。太いものは網焼きで塩で食べてみてください。あ、食べたくなっちゃいますね。次は玉ねぎです。玉ねぎは砂地が合うので、宇都宮でも鬼怒川沿岸で作られているんですよ。宇都宮の玉ねぎは柔らかくて糖度もトマトと同じ7から8度あるんですよ。これはぜひ食べていただきたいですね。ここでは生産者が直接朝採り野菜を運んできます。売り切れると生産者に連絡を入れて補充してもらいます。ここは米も自慢です。電車のお客様が多いので2キロ袋を中心に販売しています。中でも特に鬼怒川沿岸で採れた食味値75以上の宇都宮ブランド宮乙女はおすすめです。駅の市場には置いてませんが、和牛では宇都宮牛があります。宇都宮牛は昭和47年に松阪牛、神戸牛と並んで全国10番目の銘柄牛としての指定を受けました。
昭和55年には日本一の高値を記録したこともあるんです。飼育の数が少ない分、上質な肉のうまみにこだわって肥育しています。この駅の市場ではこれらの商品をお土産や贈答用にもパッケージしてます。出張帰りや東京へのお土産にも大変喜ばれているんですよ。宇都宮にお立ち寄りの際にはぜひ JR 宇都宮駅ビルパセオ1階の農産物直売所駅の市場にお立ち寄りください。宇都宮の生産者を代表してお待ちしております。待ってます。